シド、お時間よろしいでしょうか。ご相談があるのです。また何かの装置でも作るのか。さすがシド、話がお早い。今度はミド工房長が考案した加熱炉を製作したいと思っています。これはブラックソーン工房でも使われている鍛造用の炉に大気循環機構を組み合わせてはるかに大きい熱を、失礼しました。簡単に言えばミスリル機関とは異なる手法でこれまでにない高熱を作り出す装置なのです。ただあまりの高温に達するため従来の仕組みでは基礎となる炉が持ちません。うまく熱を制御しなくてはならないのですが、その材料がどうしても揃えられず。そこでシド、その材料の入手に協力していただけませんか。ああ、力になろう。またみんなの生活が楽になる。ありがとうございます、シド。それで今度は何を手に入れてくればいい。こちらの球体異物と呼ばれるものです。空の文明の異物か。以前ミスリル機関の排熱装置を作るのにも使ったな。ええ、あのミスリルの兜と同じく異物を用いて熱を制御します。温度変化に強い異物を組み込んで炉を守るとともに熱の対流でさらに高温にするのです。球体異物のある場所はすでに調べがついているのですが、近くには動く異物もいるようで。つまり奴らを倒して球体異物を回収してくればいいんだな。はい、お察しの通りです。加熱炉に必要な球体異物はあと3つ。ロザリアのアンバー近郊に広がるロストプルームと呼ばれる遺跡群に1つ、ダルメキアにある沈黙の吐息と、ザンブレクの降臨閣にも1つずつあるはずです。わかった、向かってみよう。それではシド、よろしくお願いします。どうかご武運を。加熱炉に必要な球体異物はあと3つ。あの魔物の襲撃に備えてマルシュ側も警備してるんだ。今頼んだぞ。かけろ。敵だ。これだな。他の遺跡も調べてみるとしよう。
慎重に。村人たちがアカシアに。ここからはここ。これで2つ、次で最後か。
よし、これで揃った。隠れ家へ戻ろう。何か用かい？何が欲しいんだい？手持ちがないようだね。これで少しは懐が潤うだろう。確かに引き取ったよ。他に売りたいものはないかい？ちょうどいただくよ。いい選択だ。持ってきな。じゃあね。帰ってきたと思ったら。アイアンワークス造船所はもう使えない。シド、お待ちしていました。球体遺物は回収していただけましたか？これでいいか？こちらで間違いありません。シド、ありがとうございました。早速加熱炉の製作に取り掛かりますね。シド、ご覧ください。名付けてテラモーン加熱炉。この工房の自信作です。なかなか立派じゃないか。これもシドの協力があってこそ。何かお礼をさせてください。前にも言っただろう、気にする必要はない。でしたらシドの薬カバンをさらに使いやすくするというのはいかがでしょう。また薬カバンか。実はテラモン加熱炉の試験運用として製鉄をしていたのです。その際、ごく少量ながら偶然に硬さと柔軟さを合わせ持つ特殊な金属ができまして、この金属を薬カバンの取り付け金具に用いればさらに使い勝手が良くなるかと。そういうことならありがたく受けよう。わかりました。それではしばらくお待ちください。どうです？なるほど、これは使いやすいな。ありがとう、助かるよ。こちらこそありがとうございました。この特殊な金属を実用化できれば隠れ家での生活を格段に向上させられるでしょう。ここで生活する皆さんが何の不自由なく暮らしていけるようにする、それが我々の目標です。シドの協力で完成したこれらの装置をもとに、いつかその目標を達成してみせます。ああ、期待してる。みんなのために頼んだぞ。シド、
ありがとうございました。これからも隠れ家の生活を向上させられるように研究を続けていきます。